リードレビュー。皆さんこんにちは、クラブオンクサでございます。おなじみとなってきましたこの企画なんですけども、第4弾になるかな。本日はですね、こちら、はい、レーゼルブクラシックをレビューしていこうかなと思っております。バンドレイン以外を初めてレビューするんですけど、これね、昔僕吹いてたことがありまして、結構ね印象いいんですよ。で、知らない間にね、このクラフティフィードオーガニックって、オーガニックってなって、なんか箱がでかくなってますね。何が変わったのかっていうのはちょっとテロップ出しておきますが、もうちょっとね、僕が使ってた時代とだいぶね見た目が変わってるんですけど、果たして吹き心地やいかにということでございます。このダダリオレゼルブクラシックっていうのは、バンドーレンっていうのがね、まあリードの皆さんも知っている有名なメーカーなんですけど、もう一個の有名なメーカーでございまして、大体この二つでね、こう覇権を取り合っているという感じでございまして、かなりねユーザーの方も多いとお見受けしますし、プロの中でも愛用者が多いリードでございます。いろいろ種類があるんですけど、今回ちょっと手元にね、このレゼルブクラシックの方がありましたので、こちらレビューしようと思います。レゼルブ気になっている方とか、久しぶりに吹いてみようかなっていう方の参考になればと思っております。では早速行ってみましょう。ではですね、このいつも通りありがたいお言葉をちょっと見てみましょうか。ダダリオ社オリジナルの革新的で新しい機械で生産、さらに正確なカットで均質性が高まりました。厳選した材料を使用、繊維密度が高い軽根元の2節のみ使用、柔軟かつ種のあるリードが生産でき、耐久性にも優れていますと。で、スペックの特徴、音の立ち上がりを向上するためにアンファイルドカットからファイルドカットへ変更しました。アンファイルドだったっけ。リード自体に厚みを持たせ、深みのある音色に仕上げました。カット部分は長めで振動しやすく、柔軟性があります。先端はやや厚めで、アーティキュレーションを明確につけることができますということなので、でね、調べたんですけどね、詳しい数値、ティップがいくらだ、ヒールがいくらだみたいなやつがね、出てこなかったんですよ。言ってる意味は、まあ、ティップが厚めで、ここの長さ、なんて言うんだっけ、が長くて、ヒールもちょっと厚いと言ってるのかな。なので、よく言われるのが、これね、V 順と比較されることが多いんですよ。V 順に似てんね、なんて言われる、感じなんですけど、僕の印象もね、そんな感じだったので、まあ、概ねああいう感じの設計をしているのではないか、っていう風に、僕は思います。早速開封していきましょう。開けづらいんご、潰れちゃったんご、あ、これでいいのか。ほう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 。このオーガニックってのは何だろうね。あーは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 は。見た目こんな感じです。ビニールパックにこんな感じでね、包まれてて、で、今までプラスチックのね、ケースに入ってたのが、それがなくなって紙のケースになりましたね。SDGs って感じ。これプラスチック包まれてっけどな。まあ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 いいか。とりあえず開けてみましょう。なるほどなるほど。これは賛否ありそうだな。この紙のケースなんですけど、どうこれ？僕的にはあんま好きじゃないかも。というのも、しまうときに、まあ、全部が全部リードケースに入れるわけじゃなくて、この元あったケースとかにね、バンドレンとかだと、ピッて電灯のやつがついてるじゃないですか。に、しまうときになんか強度心配になっちゃうかな。やっぱ汚れとかも気になるかな、紙だからね。昔のリードってこういうのに包まれてたんですけど、そこに戻ってしまったなという気分にはなっております。リードの表面はこんな感じ。僕の印象のダダリオってすごい品質がね、均一っていう感じがするんですけど、この見てください、このファイルド部分のこの均一さよ。バンドレン先生はやっぱこう、ぐにゃってなってたりとかさ、ぐにゃってなってたりとかする感じなんですけど、この均一さっすよね。ピーってやった時にもう全部一緒。ちゃんと一緒。まあ、材のムラっていうか、こう、ちょっと色がね、この辺変わってる感じのやつがあるっちゃあるんですけども、この先端も見てください、これ。すごいね。ちゃんとしてるなっていう感じ。で、この表面の方にね、この焼き印がされて、裏はね、なんもないっていう感じです。ここに入ると、まあ確かにね、リードの接着部分になるわけなので、まあ表面に入ってるのがまだマシだろうという感じなのかな。V12 と比較するとこんな感じ。すんごい似てるね。この先端がさ、幅広になってる感じ。ちょっとだけリコの方が角が立ってる感じかな。この辺のさ、角の立ち方っていうのは、なんか、あ、リコかもっていう気が。もう、旧名で呼んじゃう、レゼルブかもって思うかな。ヒールとかはどうですかね。
レジレブの方が厚め、より厚いかもしんないな。まあ双方よく似ているというね、僕の中の印象でございます。このレジレブクラシックね、僕ね結構昔ずっと何年くらい、 1,2 年くらい吹いてたんですよ。僕の中のレジレブの印象、まあ旧リコなんですけど、レジレブの印象って開けた瞬間にね吹きやすいってのがあるんですけど、果たしてそれがね今日でも発揮されているのか、もうこれもね久しぶりに吹くんでね、ちょっと楽しみに吹いてみようと思います。あー、もう見た目はねすんごい VG2 とほぼほぼ変わらんくらいですね。で確かにね、ちょっとこのヒールがやや厚いかもしれないね。リガチャの締め具合がねいつもよりもきつい感じがするので、うん、ヒールはちょっと厚めかも。いきます。なるほど。ふむ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 。他のもちょっと吹いてみよう。あ、これはあっちや。これはちょっと熱いですね。おお、結構熱いな。おお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 。するとちょっとなんかね水分が回ってない感じがするんですよね。もう一周ちょっと一回吹いた後に吹こうと思います。なるほど、そういう感じか。そっちに舵を取ったのかな。ねちょっと待ってね、あと全部吹いてからおしゃべりしますね。はい、吹き終わりました。ねめちゃくちゃいっぱい思うところがありましてですね、まず音色とかなんですけど、音色はねレゼルブ伝統のこのクリアな感じが発揮されてるなと思います。バンドレンにがウォームな感じに対して、レゼルブ社っていうのは基本的には全体の印象はクリア&スムースって感じ。特にこれは良かったな。このクリアな感じ伝わりますかね。ちょっと手元にね今横に V12 があるんで一緒に吹いてみると思うんですけど、こんな感じになります。結構ね音色感違うというか、まあなんか種類が違うっていう感じがしますね。メーカーの違いってちゃんと出るんだなっていう風に思いますね。あとね音程のハマり方っていうんですかね、こうなんかパチ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 って音程がハマっていってくれる感じがしますね。バンドレンだとややこうなんかこうアナログにグワーンって当たるのに対して、レゼルブだとパン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 って当たってくれるんで、クリアな感じがよりそれでも出てるなっていう風に思います。でこっからが本題なんですけど、なんかこううじゃうじゃ言ってたじゃないですか、吹きながら、あーなるほどねどの子のみたいな。これねまず伝統的にレゼルブ、まあリコグランドコンサートシリーズとかも開けた瞬間が一番いいってもう長年言われ続けてたんですよ。これはね僕が勝手に思ってるだけじゃなくて、かなりの奏者、しかもアマチュアの方もプロの人も問わず、開けた瞬間が一番良くて、そこからこうやって下がっていって、捨てていくっていう感じの、印象っていうのをかなり多くの人が持っていたんですよね。で、僕もそうだろうなと思ってこう今吹いたんですよ。そうしたらですね、どのタイミングかわかんないです。これに変わった瞬間なのか、まあこのダダリオになった瞬間、まあダダリオだったら僕吹いてたから多分最近だと思うんですけど、開けた瞬間がねそこまでこうバキバキに全部吹ける今までのレゼルブって感じではなくなったんですよ多分。
多分これは。まあ厚さの設定とかを変えたっていう見方もあるし、その開けた瞬間に照準を合わせちゃうと、そっからリードってさ、こう耐久力を失っていくわけなので、最大瞬間風速が開けた瞬間だと、その後ずっと持たないっていう感じになっていくんですよね。でこれはね、長年多分ねレゼルブの課題だったんですよ。だからレゼルブユーザーの人は開けた瞬間がまあまあかなりいい状態だから、あんまり吹かないで取っておいて、でそれを本番で使ってっていう感じのサイクルにしてる人が、まあ僕も含めて結構多かった気がするんですけど、その照準の合わせ方がね、多分もうちょっと先なんですよ。開けた瞬間じゃなくて、開けてから 1,2 週間くらい経ったところに、このリードのスイートスポットみたいなやつの照準をね、多分合わせてきてる感じがします。なので少し時間を立たせつつリードを育てるってことが大事なんじゃないかなと思うんですよね。その従来のレゼルブのイメージとはちょっと違うということです。それはね、僕はいい変化だと思っていて、で大昔リコがもう本当にまだ出たてくらいなのかな、僕が中学生くらいの頃のリコってブー厚かったんですよ。もうすんごい厚みたいで、それを馴染ませていくと、いい感じの質感の音になるっていうのでファンが多かったんですけど、多分経営の方針で、まあ、リードってさ、開けた瞬間良くないと売れないじゃないっていう原理ってあるじゃないですか。こう買って、パッて拭いたリードがなんかちょっともさもさだわっていうと、次買おうってならないっていう方がやっぱ多い。うん、このリード育てるとかいう概念がやっぱり少ない方が当時多かったのかな。それ多分その開けた瞬間に照準が合うような設計のリードを作ってたんですけど、それだとやっぱりこの耐久力が問題になってきたっていうのにもう一回見直した結果、多少最初の設定をアップさせてる感じがするんですよ。なので従来のレゼーブのイメージで開けた瞬間がいいっていうのからはちょっと離れてるし、これはいいことだと思っていて、育てることができるようになったと思うんですよ。今までのこの使って耐久力を失いと捨てて、使って捨ててっていうやつじゃなくて、ちょっとじっくりリードケースの中に入れれるようになったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。僕の見立てだと2週間くらいでスイートな感じになってきそうなんですよね。だからノリがね、バンドレンと一緒みたいな感じで育てるリードになってきたなっていう、してきたなっていう印象です。なるほどっていう感じ。ただこれ、その今僕がババッと吹いた時みたいに、開けたてそこまで全部がいいやんって、今までのレゼルブって開けた瞬間8枚くらい全部いいやんっていうのがあったんですよ。8、9枚くらい全部吹けるっていう、その印象をねちょっと失われたかな。どうしてもね、その照準の合わせ方をちょっと先にすると、そういう側面で出てきてしまうと思うので、これはもうしょうがないですね。不可抗力だと思います。これちょっとまだフカフカな感じじゃないですか。こいつをちょっとずつ水になじませつつ、なじませつつってやっていくと良くなるのではないかなって感じ。まあそんなからくりをがあるんじゃないかなという予想をしつつ、もう少し音質とか吹き心地に関しておしゃべりしていこうと思うんですけど、発音っていうのが僕レゼルブの特徴だと思っていて、リード側で結構なんとかしてくれてるような印象があります。なんでポンって出やすいんですよね。前回やったリュピックとかまた違うね、カンっていうクリアな感じなんですよ。伝わるかな、この。逆にね、気になる点はね、少しね、音色感が貧弱になりやすい。貧弱っていうのは、ちょっと金属質とか、細身に聞こえやすいかな。これはリードが潰れるっていうよりは、音の輪郭はあるんだけど、中身がね、充実しづらいくなる懸念が、ちょっとだけあります。
な感じっすかね。どう聞こえてるかな。どこを取ってもその音のムラが少なくって、で均一な感じがするので、こうデコボコしづらいっすね。滑らかさっていうよりは音の粒の揃い方でレガートが効くっていう感じがしました。いやでも面白いな。なるほどね。ちょっといろんなこう経営戦略というか勝手に想像してるだけなんですけどが見えるなぁなんて思って吹いていました。ということで今回はレゼルブクラシックのレビューだったんですけども、このリードレビューいろいろやっていきますので、やってほしいリードとかありましたらコメント欄にねお願いいたします。ではまた次回のクラモン動画でお会いしましょう。バイバイ。